東京市下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ UK プロジェクト代表遠藤光一ですポリシックスフミですザ・テレフォンズヤップの石毛くんが作ってくれたテーマソングとともに始まりました UKP ラジオは UK プロジェクトに所属するアーティストをゲストに迎えて近況報告をしていけたらと思っています初回のゲストはアレキサンドルスからベースの磯部ひる ひろくんです。UKP ラジオ。じゃあ早速乾杯をしますかね。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。乾杯。ああ、もう全然このなんか収録感ない感じでいいですね。全くないですね。はい早速いただいてますけど。ああ、うまい。お久しぶりです。お久しぶりです。あれ、遠藤さんと会うのはいつぶりわれわれの配信ライブの初日にやらていただいて。 いつぶりだろう。いや、だいぶ。一年以上経ってしまいました。はい。すごいご無沙汰しております。お久しぶりです。お久しぶりです。ね。あえて嬉しいです。ね。はい。なんか随分髪も切って。そうですね。印象も変わった。そうですかね。あと痩せた。痩せましたかね。もうシュッとして、あんまり。まあ最低限運動はしてるんですけど。素晴らしい。はい。美味しいお酒を飲むための運動ですけど。大事だね。はい。アレキサンドロスは。はい。 コロナもありますが <laughs> 10周年いやそうなんですよね、うん、本当にもうねすごい10周年になってきましたけど <laughs> すごいというかまあ何にもできてない10周年になってきましたね <laughs> ちなみに何日からの10周年だったんですか何月何日みたいな何月 1>,、はいまあ、あの1月20日が、えー、ちょうどファーストアルバムを発売した日なのでうん、うん、一応そこがリリースちょうど10周年っていう感じですかね年ね1月 じゃあもう本当10周年を迎えて結構すぐこう自粛みたいな感じで、はい、そうなんですよあの一応10周年イヤを迎えるにあたっていろいろ計画はしてまして、うん、例えば3月に青山学院大学で、うん、まあ俺と洋平が青学出身なので凱旋、うん、ライブですかね。で青学の方々といろいろお話しさせていただいて、うん、あの体育館というか。うん 借りれることになっておうおうで本当楽しみにしててでそこを皮切りに、うんまあ、ベストも考えてたし、うん、でその付随するツアーもっていろいろあったんですけど、うん、まあちょっとこういきなり「あ、うん、キャンセル」ってなっちゃってどうするどうするってなって計画が頓んざっていうような印象じゃ嫌だよねってなってじゃあ何か新しいことをもうしちゃおうよって。うん なって、まあ、最近いろいろやってる感じです。なるほど。はい。そうなんですね。うん。そんな感じですけれども、有形歴もじゃあ、10年ってことで。はい。十年だね。ね。0年ですよね。はい。え、ちなみに、遠藤さんと、メンバーみんなの初めての。なんか出会いの時とか、なんか覚えてたりします?。初めてお会いしたのって、あの吉祥寺のライブに。 来ていいただときでしたっけあれが初めてだったかなだ,だろう,うん吉祥寺だった、うん、気はしないな <laughs> 俺ボックスは覚えてんの渋谷の渋谷ボックスかあと <laughs> ガレージもあったかなはいはい、うん、はいガレージの方が先でしたっけ、うん、ガレージは何か覚えてる気がし、えー、なんかこう初めて UK の方が見に来てくれたのは千田さんと、うん 佐藤さんが、うんあのー、新宿でライブをやってる時に、うん、まあ当時あの里安がまた別のバンドやってたうん、うん、そのバンドの企画にシャンペインが参加したっていうライブの時に、うん、そうなんですよ初めて来てくれてそこで、まあ、お話をいただいてでそれから遠藤さんにお会いしてたんですけどそうですね、まあ、だから下北沢ガレージか。 うん、吉祥寺の,あのクレッシェンドっていうライブハウスに来ていただいたのがすごい印象に残ってるんですけど、うん、えその時あんまり遠藤さん覚えてないですかその時のこと吉祥寺で見たのはあんま覚えてないじゃあもうライブ見てあんまりコミュニケーションも取らずに帰った感じなのかな遠藤さんはかな。ちょっと挨拶するぐらいなまあ挨拶はもちろんさせていただきましたけど、うん どううなんだろうでも我々からしたらやっぱちょっと緊張してるというか決まってる部分は絶対あったと思うんですよ <laughs> だって当時マネージメント会社とかそういう人と話をすること自体なかったんでまあ気合入って上がってましたね <laughs> <laughs> 上がってたと思いますよそれは。ものすごくお客さんが少ない印象はあるよね そうなんですよあの当時でもあれでも一生懸命毎週路上ライブとかやって、うん、でそこで見てくれる初めてそのファンっていう友達が見に来るんじゃないちゃんとしたファンって呼ばれる人たちがちょっといた時ですね、うん、だからまあ嬉しかった時代っちゃ嬉しかった時代なんですけどなるほどねでも、まあ、俺ん、まあ、どこが初めるか。 てか忘れちゃったけど、なんかすごく中身はいいのに、なんでこんな人気ないんだろうなっていうことはものすごい印象。いや、いや、ちゃんとちゃんとかっこいいわけよ。かっこいいんだけど、すげえ少くねえなっていう謎が。ずっとずっとあったわけ。ああ、ありがたいですね。なるほどね。え、それをこう本人に伝える瞬間とかあったんですか。その。あった、あった、あった、あった。なんか。え、なんでって聞いた覚えは。あの、どストレートに。で、俺らも。 なんでなんでしょうかね。そうだよね。そりゃこっちが知りたいよみたいな。そうですね。まあ本当に。はい。だからまあそんまあそんな絵があって、まあ U.K. に来て R.X. レゴの中で知り出してからはやっぱ順調にしたんで、その出会いは良かったんじゃないですかね。本当に感謝してます。えじゃあこう広君にとって U.K.P. ってこうどんな場所だったりするんですか。まあもう一言じゃ本当に 語り尽くせないことではもちろんあるんですけども、うん、俺、個人的には落ち着くセカンドホームってちょっと厚かましいですけどでもそんな感じですね、やっぱなんか事務所戻ってきた感あるしこう事務所入ってこう、うん、デスクに座ってる方々に挨拶ねして、うん、ああって落ち着く感じはありますいいですね。 どうですか遠藤さんそれを聞いてあ、まあそう。なんかいろんななんだろうあんまりキリキリしてないからねうん,、うん、なんか、まあ、熱心は熱心だけど、うん、ななんだろうそれぞれの、うんまあ、ぼんやり熱心なやつもいるし <laughs> う、ね、だ,だい大体気のいいやつなんだけどそうす、ね、割と割と緩さがあって緩いとこは俺結構好きだけどね。うんあ 結構ねな何ていうのおっとりというかのんびり知ってるる瞬間もあるよね <laughs> 緩いしあったかいしなんかこう「うん、お久しぶりです」って挨拶さ言ってなんか「あーおかえり」みたいなノリなんですよ<ー>それがなんか本当にすごいなんか居心地がいいって言ったらあれですけどありますよねでもいろいろあるある、はいうん、まあそんな中でさっき言ったその10周年になって結構そのすぐライブの中止とかはい あのベストアルバムの仕切り直しとかもありますがリモートで作った初のコンセプトアルバム「はいえー、ベッドルームジュール」がデジタルリリースになったばかりということではい、はい、そうなんですよ、ねはい、これリモートででで全員やったんんすすかそうなんですよ、あのーまあ、さっき言ったそのこのご時世で、うん、だからこそ,その、まあ、なんか新しい面白いことしようよっていうモードにまあなった時に、うん、傭平がじゃあ今まであった曲を「うん あの部屋で BGM として聴けるようなうん、うん、例えばその主婦の方だったら家事しながらちょっと流しておけるとか、うん、ちょっと耳障りのいいような感じで作ってみないみたいな、うん、なるほどなるほど、はいでまあ、メンバー同士も会えないんでそ,、ね、それを全部、はい、リモートでやろうっていうことになって楽しそうだなと思ってそうだよね、はい、だもうみんな環境は各自持ってたってわけだそうです、うん、あの普段から大体その普通のレコーディングの時も、うん、デモは割とこう自宅でちょっと 俺だったらこんなベース取ってみたよとかこんなハモリ入れてみたよってのは割と自宅でやったりもしてるんですよね。でそれを持ってスタジオに来てみんなで合わせるんですけど、うん、その合わせる作業ができないからじゃあもう終始自分たちの家でっはいうので作業に入るのは結構もうすぐできたみたいなそうですねちなみにさこのジュールジュールってどういう意味なの ジュールってもう力量的なな意味んですよね力力量量っていう意味なんですけど傭兵がもうちょっとつけたんですけどまたおしゃれなの持ってきたなと思って「ジュールってなんだよ」って最初なるじゃないですかただそのいろんな解釈があると思うんですけどベッドルームで作ってるみんな自宅で作ってるからそこで発生する力じゃないけど力量みたいなのを表したのかあの みんな自宅でこう聞くけども、うん、そこで発生するなんか力みたいなことなのか今度、陽平に聞いていきますね。なるほどね、はいそう、あんまりジュールっていう単語さ普段使ったりしないからどういう意味なんだろうと思ってすごい気になっちゃったでもちょっと引っかかるというか、うん、まず、サウンドがおしゃれ。 なと思うんですよね俺はベッドルームジュールって何かちょっとシャレこけてるそうそうまあいいんじゃないかなと思うんですよねなるほどねじゃあこうどっちかっていうとこうゆったり落ち着いて聞けるような感じのが多かったりするって感じなのほとんどそんな感じですはい 乗れるるような曲もあるんですけだいたいコンセプトがちょっとこうローファイっぽいというかう最近流行りのこういうローファイミュージックっぽい感じのを取り入れてみようってあって結構8曲あるんで、うん、制作上この1曲1曲コン詰めてやってるよりも、うん、ディレクションをメンバーに振ろうってようが言って。なるほど 例えば俺だったらこの中に入ってる「サンダー」っていう曲があるんですけど、うん、それのアレンジのディレクションをやってまずベースは俺がデモをガッて作ってそれを各メンバーに投げてで曲ごとにそのディレクションやったメンバーが違うっていう、うん、そこも初めてなんでこんなことやるのそれちょっと面白いね面白いですね,ねいつもはこうコンポーザーみたいな感じでこう作った人がやるっていうのがメインなの まあう、まあ、平が全部書いてるんですけど、うん、そうですねやっぱ作曲者なんで、うん、あのメロディー作る時に大体の世界観というか、まあ、こういう感じでやり,てみやりたいなみたいなのがあって、うん、それをスタジオに持ってきて傭兵平が俺らにシェアして、うん、じゃあこんなんどうっつってみんなでダーンってスタジオでやるんですけど、うん、大体。なるほどねじゃあもう全然それとは逆なもう個人でディレクションをしていく。 曲があるっていうはいあくまでディレクションってことなんで最終的にはみんなのアレンジが加わって完成はするんですけどでもでも面白そうだねそれ面白かったですよしかもさらにリモートでしょそうなんですよしかもローファイミュージックのエッセンスを入れるっていうのがローファイって聞いてる方分かると思うんですけどだいたいインストなんですよいね確かにで こんだけ歌ものでローファイの感じって実は結構チャレンジングだったんですよね。そうね、うん、しかも、ね、こうデスクトップで音楽を作っていくってなるとこうどうしてもこうすごいデジタルになってっちゃうからなかなかこうすんなりとはこうローファイ感出ないというかそうなんでトラックだけローファイっぽくしてもやっぱボーカルを重ねるとちょっとまあなんかうんみたいな感じになったりとか。そうだよね、うんうん 空気感みたいなねねそうです、ねえー、じゃあこのえっ、ー、とこの間やったその配信ライブも、はい、この曲をやったのやりましたなるほどなるほどセットリスト結構悩んで、うん、最初にバーンって行った方がいいのか、うん、それともベッドルームジュールのああいうちょっと落ち着いた感じで行くのかとかっていういろいろ話し合って、うん、まあ結果そうですね最初はベッドルームジュールをじっくり聴いてもらって、うん、で途中から「 こんなんで終わるわけねえだろうみたいな感じで、うん、バッコンってやるなるほどはいライブだしねそうですね前半のなんか、うん、そうベッドレムジュールから入るところはい、うんうん、なんかすごい見てて、うん、めちゃくちゃちょうどよかった、うん、あ本当エンドさんは現場じゃなくて家で見したの現場に行って現場の横のでパソコンで見てたあなるほどなるほど <laughs>、うん、そういうこと えー、嬉しいですね、やっぱなんか家でこう見る方ほとんどだと思うんで騒ぎたい家で騒ぎたくて見てる人もいればあと、やっぱベッドルームジュール発売っていうタイミングだったんで、うん、じゃあこれをライブでやったらどうなのかっていうのを楽しみにしている人もいたと思うんでじゃゃ両方やっちゃえみたいなうんうん、うん、2日間やったんでしょ、はい、でも、すごい久々のライブじゃん、はい、なかなかあれななんじゃない体力的なね、うん、大変そうだよね。<laughs> まあそうですねあのまあ前半はこういう風に落ち着いたベッドルームジュールの感じでやってましたけど後半結局汗だくみたいなライブやったんですけどあの首が痛いですやっぱそうだよねめちゃめちゃ首が痛いです首がねね来るからねもう痛くなるよね久々るとそんなに痛くならないぐらいに振っとけばいいんだけどそうはいかないんだそれよく言われるんですよでもねやっちゃうんですよねこれ こればっかりはしょうがないよね、うんはい、でもまあ幸せな痛みですこれも本当約5か月ぶり半年近く感じてなかったものなんでそそっっかかもうライブやった感でもやっぱ久しぶりにメンバーみんなで「あってせーの」って音出すだけで嬉しいよねそれが本当に気持ちよかったですねうん、うん、最初リハーサル入った時点でそれは感じててうん、うん、やっぱりこれだよねってこ,うこれが よくててバンドやってるし、うん、これがライフワークなんてなんて幸せなんだっていうのを。 久しぶりに感じました。あと、まあ、毎日ぐらい顔合わせてさ、音響のスタッフとか照明のスタッフとかも。ものすごい久しぶりに会うじゃん。うん、うん、うん、うん。もうお互い、あの、生きてましたかみたいな感じですよ。ちょっと、ガーッとハグするぐらいの。そうですね。元気だったかみたいな。まあ、ハグって今大声で言えないですけどね。心でハグだ。ソーシャルディスタンスを保ちつつハグしました。難しいやつね。はい。そうか、でも、そうだよね。やっぱ嬉しいよね。なんかね。 やっぱ自分のアンプとかで音を鳴らすとねやっぱいい音してんなとか思ったりしないいやしますよ。ねい。するよね。楽器もうれしそうだななんて思ったりとか。そうだよで最近他のみんなは何やってました他のメンバーですか何やってたんでしょうね。俺も知りたいぐらいですもうこんなに合わなかったことないんででもなんかまめにリモート会議みたいなのやってたじゃん。なんんかかよく事務所でこう うん、あず会議ししててんななみたたいやっま後ろ通り画面の後ろを通り過ぎるとあどうもみたいなあ<ー>いしたねなったりしてた <laughs> そうなんか Zoom 会議はよくやってて、うん、で、まあ、逆にみんな家に必ずいるんでうん、うん、どっか集まんなくてよくて手軽にできるからミーティングはだけは結構やってましたねん、うん、あれ実際どう,ちょっとう,う俺まだズレとかかなんか、うんう 相の手とか入ってこないのが結構気になるんだけどまだ慣れてくる慣れますねなんか意外と普通にできますよただまあそのこういう感じでまあ相の手入れるタイミングはやっぱ難しくてとかありますけどねなんか同時に喋り出しちゃったりとかそう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 いうのがあるよね確かにでもあれはでもいいなと思う部分もあったなズーム会議ってそうですねなんか 猫とかいるとさ猫しか入ってこなくなんないなんかわかる人の顔見ないで猫いんなあかわいいなみたいなもうちょっと写してとかやっぱりあるよねあるそれも醍醐味って言葉ですねそうねいいやいいじゃないですかそうだよねあれようやく猫飼ってたっけ飼っってますそそか、うだ匹 「M ステ」でうちから配信するとき、曜変中の猫がすごい気になったんで、ああ、顔かわいい、そうそうそう。あれ、ね猫なんか出しちゃってね、似たらしいっすよね、本当に。なんかね、ずるいわ。入ってこなくなっちゃうんでね、猫だ、猫だ、みたいな感じって。猫は強いっすね。猫強いっすね。そう考えると。あ、猫かわいいんだよね。ソイちちゃゃんんとラテが ソイラテちゃんんなだラテっていうねね。洒落てるんだからなんだかしゃれこけてるのねズームでみんなの様子をその瞬間知るみたいなそうですね結構忙しかったよねまあ演奏はしないけど打ち寄せとかまあんかリモートのインタビューとかちょこちょこあったりしてあんまり休んでない感じしないか そうですね、うん、特にあのここ12か月は取材もそういうリモートで始まったりとかうん、うん、あとベッドルームジュールの制作が始まってからは本格的に家にはいるけども常に何かやってる状況っていうのはありました、うんうん、そうだよね、うん、リモートで作るっていうかこの期間そうだよね,だよね制作してさ、うん、取材してさって言ったら忙しいよね,ねっていう期間だよね。 あとまあリアレンジなんでベッドルームジュールがその再現ないんですよね、うんうん、スタジオが何時までだからとかっていう概念がないんでひたすらできちゃうっていうそうなんだよね、はい、キリがなくなっちゃうんだよねだから翌朝とか聞いてさ、はい、やっぱこうしようかなっていうのがどんどんできちゃうんだけ、ね、ああもうどんどんアイデア浮かびますからね<ー>でもまあ幸せな 悲鳴とといいううか贅沢な悩みそれでもやっぱり何かを生み出せてる喜びはありましたけどね本当に一時期はマジで何にもなかったライブもなくなるしどうなるんだろうってところからまあやっぱりそのエンターテイナーとしてじゃないですけどまあなんかその何かこうポジティブな何かを生み出してる実感を持てるっていうのが幸せでしたけどね。うんうんうん、なるほどどど、はい、逆にこうどんどん湧いてきちゃうから本当 こ,うこれでいくっていう決めどころみたいなのが本当難しそうだねそうですね、うんはい、でも俺がディレクションした楽曲に関しては割と自分のイメージバシーンってあったんで、うん、細かいところはまあミックス終わってからまたちょっとごめんなさいここだけ開催してくださいみたいなやったりもしたんですけどやっぱあったんだねありました、うん、ありましたでもなんか楽しかったですねへえみんなもそんな感じだったんですかじゃあ、うん、結構そうですね こだわれちゃうからこだわるじゃないですかやっぱり確かに、うん、どんどんやっぱりよくしたいしレコーディングって大体そうじゃないですかふだ、うんも我々の場合なんか特にこうギリギリまで変わってレコーディングするんだけどうん、うん、またライブで変わるみたいなうん、うん、やっぱどんどん思いつくんでかっこいい,い方するとマジであの風景を写真で切り取ってるみたいな感じなんですよね。 どっかのタイミングでレコーディングっていうことをして、うん、一つの作品に、うん、まあその時のベス,ベストな状態で切り取って一回作品にはするんですけど、うん、その後もやっぱり曲は変わり続けるというかまたその時その時のベストでやるみたいな、はい、今回の配信ライブも「ベッドルームジュールの楽曲やりましたけど、うん、もうやっぱり音源とアレンジ変わって。 ているんですよ。あ、本当。はい。早いね。早いです。どんどん変わります。あ、じゃ、もう、この先もどんどん変わる可能性があるってことであ、もう、無限にあると思います。そう、あれだね。こう、ライブ見てる方も楽しいよね。あ、もう、そう、やってほしいし、もう、自分たちがやっぱ楽しくないと。まあ、そうだです。それは言えてる。そうですね。じゃ、あここからは。はい。えっと、最近の。 広くについて聞いていきたいんですけど、はいええ、なんか最近のおすすめを聞いたところ、はい、なんかふるさと納税がなんかこうおすすめというか流行ってるとかなんかそんな感じなんですか遅いっすよねいやちょっと待ってどういうことと思って。俺、うん、あのー、周りにずっとふるさと納税やった方がいいよいいよって。うん 言われてたんですよでもなんかちょっと面倒くさいような気がしちゃってやってなかったんですけど今年に入ってついにあのアプリをダウンロードしてありますねあるんですよ「ふるさとチョイス」っていうアプリあるじゃないですか、はい、であれめっちゃ簡単なんですよねもうだから要はねねもう選んで頼んでねクレジットカードとか登録してで送られてきて。 そのなんていうんですかそこの町に寄付っていうか納税寄付っていうね証明書が送られてきてっていうことなんですよねあれってん何でもっと早くやんなかったんだろうと思ってってこと遠藤さんもやってるってこと僕も遅くて僕は2年ぐらい前からああやっぱ出るんだねみんなそうなんですよなんかね楽しい楽しいですよねちなみに何を お願いいしたのその返礼品っていうの俺はやっぱまあ自粛中こう家にほとんどいるわけじゃないですか、うんでまあ、お酒好きじゃないですかうん、うん、でもお酒は買ってこれる、うん、でもまあ自分で料理するのも好きなんですけど、うん、やっぱつまみ欲しいなって思って、うん、漬けマグロとかいいねあと高知県からカツオの,のし塩たたきカツオのたたきに塩かけてあの広め市場とかにあるやつ高知県の美味しいよね ああいうのとかがあって一人暮らしにはちょっと多い量がくるんですけどこんなでっかい柵が3つぐらいボンボンボンとか届いたりして結構あるねそれスモークサーモンとかこれがまたねうまいんですよ完全それお酒はかどるやつだよねはい進みまくってますね王道はねお米とかあんドンと来てもんていうの腐らないものとかまあ焼酎とかもいいしそうですね だからそういう,なんそう,いう生ものみたいなつまみっていうのは結構レアな方だと思う、うん、ああそうですかうん <laughs> 俺そんなんばっかですよ主流はね、うん、主流は保存きく、うん、米いや米なんだ 2>,、うん、2番手ぐらいに冷凍牛肉みたいなああなるほどなるほど、うん、冷凍系ね冷凍系ですあれは何だろうその 今日日頼んだら明日来ますみたいな感じじゃなくて、うん、いつ届くか分かんない、うん、そうなんですよマジでそれ結構困るじゃん、うん、困,困るけどでも例えば例えば今メロン頼むじゃん、うん、そうすると今お金払ってもメロンの季節になるまで来ないよ、うん、<laughs> でもそのら <laughs> に季節の中でもいつか分かんないんでしょそれこそさ <laughs>、はい、そのさっき言ったたたきとかさ、はい 来ちゃったたどうすんのみいな話もあるよねなんか全く分かんないのもあればシーズンものはかなり先になるんですけどたたきとかスモークサーモンは割と年中発送はしてるんですよだから準備できしだいはずなので2週間14日から何日間の間に発送大体書いてあるのもあってなるべくそういうのを狙ってやってますけどすごいですよおすすめです。ではい あね、ちょっとね、うん、ちょっと忘れた頃に来るのも楽しいそうなんですよねあれ来た来たみたいな,なちょっと嬉しいみたいなメールが届くんですよ,あのよ準備が整いましたので発送させていただきますみたいな<ー>ちょっとテンション上がるんですよね来たみたいな、はい、ああなるほどねあふるさと納税かでもみんなやってるんだねあれいいですよいいですよ、うん、ちょっと私ふみさんもしかしてまだやってないんですか 実はまだいやもう絶対早くしたほうがいいです <laughs> 今 <laughs> 今もうアプリダウンロードしたほうがいいですよマジか今、はい、いや私ね <laughs> アプリ前なんだっけなアプリじゃないやサイトか、はい、サイトを見て、えー、なるほどみたいにちょっとこう検索はしたんだけど、えー、なんか ピンとこないなと思ういやわかります。俺もそうでした。去年までの俺はそうでした。なるほどね。じゃあ分かった。今日この収録終わったらダウンロードします。ふるさとチョイスね。ふるさとチョイス。なるほどいいですよ。なるほど。そうか。でもお酒とかもあるんだもんね。お酒うんお酒まあ例えばまあ九州だったら焼酎とか。うんうんうん。芋とかね。ありますあります。なるほどね。何でもあるし。俺ロバタ焼き器を買いましたもん。ロバタ焼き器？はい。どういうことそれってね。 牛タンを頼んだんですけどそしたらやっぱすげえ良さげな分厚い牛タン届くんですけど冷凍ででそれを普通にフライパンで焼くんじゃつまんないなってせっかく自宅にいるんだからちょっとでもエンタメをってことでこんなちっちゃい一人用の炉端焼き器っていう名のガスなんですけど分かった岩谷のやつでしょそうです私もつい最近それ見てたのあっうそうそうで。 そう網があって、うん、その下に火がついてて、うん、要はなんかえな,なんちゃって炭火焼きができますよっていう炭じゃないけどみたいなのがあって、うん、それを <laughs> ベランダに持ち出して周りが窓開けてませんようにって願いながら、うん、ベランダでチューッつって焼いてめっちゃ贅沢ビール飲んであこれがいいんですよ。いいねそれ、はい いわゆるベランピングじゃないですか。ベランピングですね。そういえば。知ってるね、ベランピング。単語だけは知ってるつもりだったけど。ちょっとやってたかもしれない。いいじゃないですか。ロバテキキいいんだ。それはでもちょっといい。ね。ひろく家では煮込む派。煮込む。本来煮込む派です。そっか。豚の角煮とか、もつ煮込みとかを作っといて、特に冬なんかは、それ作れば。 まあ3日間ぐらいはそのままで、うんうん、俺小分けにして冷凍とかが面倒くさくなっちゃうんで、うん、そのままにしてまあ夜はおつまみになるし朝はご飯だけ炊けばおかずにもなるしっていうので、うんうん、あ結構ちゃんと料理するんだね煮込む派なんだね、うん、はい結構好きです、ね、まあ40代超えるとどんどん男は煮込む派になってくるらしいね、うん、マジ遠藤さんじゃあ煮込みまくってんの <laughs> 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 うん、なんかね、<laughs> もう、<laughs> もう、挫折しちゃった。<laughs> あ、でも、トライはしたんだ。<laughs> した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 。なんか、<laughs> うん、なんか、その、まあ。あの、うん、まあ、千田とかもそうなんだけど、うん、やっぱり、こう。ずっと家にいて、五、うん、時間ぐらいかけて、うん、なんか。 牛を煮込むとか、ああやってますね。あの<ー>ラーメン豚骨から作るみたいなことを、<ー>なんか親父はやりがちなんだよね。なるほどね。俺まだ三十代なんだけどな、おかしいな。おかしいな。ちょっと早めに片足突っ込んじゃった感ありますかね。うん、ちょっとね、フライングしてるよ、ね。フライングしてます。し <laughs> へえ、煮込む派ね。えちなみにメンバー煮込む派多め？うん、ああいや。 でもマー君は料理好きなんで4人暮らししてる時も結構、マー君カレーとか作ってて余ったから食べていいよなんて言って陽平が喜んで食ってたりとかしましたけど余ったから食べていいよっていうのは面白いよね4人住んでて絶対自分でバラのもに作って自分は自分っていう生活を4人でやってたそうだよね食材も全部別々で名前書いて冷蔵庫に。 入れととく玉ねぎとかにもだってあれですよマー君が買ってきたじゃがいもを名前書いて置いてあったのにあんま見ずに多分自分だと間違えて使っちゃって <laughs>、うん、で当時メーリングリストがメンバーのあって、うん、そこにマー君からピローンって届いて「うん、俺のじゃがいもどこ行った?」って <laughs> <laughs> で傭兵が「使ったかも」 で言って俺らのファーストアルバムがタイトルが「Where is my ポテト」なモどこ行ったってあれはマー君のセリフをそのまま英語にしただけです。マジかそれちょっと面白いね生活感あふれまくってるでしょでも相当ショックだったのかなポテトマー君はその日もカレーを作るつもりでじゃがいも家にあるからじゃがいも以外の食材を全部ちゃんと買ってきたんですってでさあ料理しようと思ったらあるはずのじゃがいもがないどこにも見当たらないってなって。 俺のジャもどこ行った。それがアルバムのタイトルになると。そうですいいな。はい。もう10周年なので10年前の出来事になりましたけど。そうだよね。無意識に使っちゃうのも洋兵っぽくていいねなんか。そうなの。んかっぽいんだ。そうですね。はい。なるほどね。お酒はもう本当今でも弘くんだけ飲むの。 いや、えっと、マークも里安も、それこそサポートやってくれてるリアドも、そこそこ飲む、飲むんですよ。そうだよね。はい、飲むんですけど、マー君はあまりビールは飲まなくて、ウーロンハイとか。そういうの飲んでて、で、洋平は、まあ、全く飲まないというか。そうですね。なるほどね。いや、もうさ、もう、ヒロ君といえばさ。やっぱ、私、お酒のイメージがすっごい強くて。よく言われます。はい。 まあそう、ああこれは言っとかなくちゃいけないんだけど、なぜ今回はアレキサンドルスからは広君だったかというと、お酒の話ができるからです。なるほど。はい、酒の場のまあ、そのいるパターンでね。ちょっとね疑問が疑問が湧いてると、そうですよん疑問で君なんだろう。今回初回ですもんね、しかもね、いきなりフロントマンじゃなくてベースのやつが来るっていう、なんか飲む機会が多いから。そうね。ありがとうございます。私だから最初広君と。 あのがっつり喋ったのが最初の「u k FC」の福岡だよねあれの全バンドでね打ち上げやってその時はそこまで喋ってなかったんだけどこうまあ結構盛り上がって朝までみんな飲んだじゃないですか。あれ楽しかったで最後の最後までこうピシッとした。 ヒロ君がいたたわけその時ピシッししました俺もうみんなもう半分も目開いてないよみたいな感じでラーメン食べて帰ったんだけど、うん、ヒロ君だけさ、うん、ピシッてしててあこの人お酒強いんだなっていう印象でいやいやいや、まあ、お酒は好きですねまあ俺ザルとは言いたくないんですけど、うん、まあでもはい好き好きですいやだから乱れてるの見たことあります遠藤さん俺はない私もないっす静かに と寝てた時は見たことあるでも見ないことは一回もないねえみたいなイメージ一切ないもんあでもあ、まあ、やっぱありましたよ最近こそないですけど二十、うん、代はやっぱお酒飲みはね、いろんな経験値を貯めて、うん <laughs> その次の段階へ向かうもんだと僕は思ってますのであれでもお酒飲みって学習しないよねパターンの話もありますよねああ確かに <laughs> でもそまあね <laughs>、うん、だどのぐらいのラインまで来たらやばいっていうのをやっぱ肌で分かるようにはなりますよね、うん、でもねまあ,あじゃあちゃんとそこでリミッターかけれるんだねそうですね素晴らし、はい、まあ、大体しかもその、うん、まあ,ありがたいことに仕事もこう、うんうんうん 忙しくなりっていうのもあって大体次の日があることが多いんでだから自粛中はちょっとまあ危ないっちゃ危ない時期だったと思うんですよいつでも飲めちゃうみたいなそうだよねお昼からでもねそうですねそうだそうだ福岡の打ち上げの時はあれ3軒ぐらい行ったんじゃないかなえっとね最後のラーメン屋が4軒目ぐらいじゃないそうですねみんなで合同で全員で打ち上げあって て、もう一軒行ってで最後ラーメンだったよねそこでまた焼酎飲んでそうそう何か何かうんラーメン食べながらんかお水のコップみたいのにさ木の焼酎入れてガブガブ飲むからさあれみんなおかしくなるよねおかしい水かと思ってさ水だと思って夜間みたいに入っててや夜間から入れたら焼酎なんじゃんそう とどめの一発ですからねとどめだったなあれはでも本当その時でもひろくんはもうシュッとしてしてた私多分目ほぼほぼ開いてなかったものもう明るかったですよねるか完全に朝方でしたもんねでもあれまたやりたいですねあの感じねいや 大体地方地方に行ってもここは絶対行くみたいなその店決まってるもんねかそうなんですよなんか新規開拓も好きなんですけどやっぱりここに行ったらここ行かないと損する気持ちになるっていうタイプの人間なんで必ず行きたいんですよねそういう店それねバンドのステージが上がっても絶対昔から行ってるその店は行くみたいなそれはんかこう会いに行くみたいなのも含めて そうですねそれも含めてますやっぱりそこにいる人と喋るのも好きですしうん、うん、あとはもう,もう単純に俺がファンなんですよ多分その店のだからもう食べれるんだったら、うん、食べれる時は食べたいっていう,うん、うん、時々ね、まあ、その行くとこ行くとこでお店の人を、うん、僕がいつもお世話になってるって <laughs> 何やらいやいや、お客さんだからさ別にお世話になってるわけじゃないんじゃないかなと思うわけ <laughs>、はい、お金払って言ってるんだけど <laughs> いつもお世話になってるんですよみたいな、うん、うどうも遠藤ですそうなんですよ <laughs> あの何個も何件も付き合っていただいてるみたいな。じゃあそうツアーとか行ったらライブ後結構何件も行ったりするの、はい そうですね。うん、あのまあだいたいツーデイズの初日終わった後は軽めにしとくんですけど、ね、やっぱ次の日ないとかまあ戻り日だけってなると、うん、もうこれはもうもう俺の中ではチャンスでしかないんで、なるほど、はい、来たっていう。そうですね。でそこで遠藤さんがいると、うん、一緒に行くっていう。はい、うまあそ,そうなるよね。な,なります、ね。いいねでも。あとその店に行きたいから前。 一人で前乗りしたあげく前日も行ったあげく当日も行くみたいな両方行くんかいつもそうそう連チャンしちゃうんだ行くんじゃんみたいななるほどなやっぱ好きなんだね本当に好きですねはいお酒も好きだしなんかやっぱこう人好きなのかもしれないですねなんかそんな印象あるあそうだねああまやっぱうんその大阪に 行かないとその大阪の店の人に会えないし、中屋に行かないと、その中古屋の店に会えないっていうのが、なんか、うんうん、もったいないんだろうね、なんか、そうですね、<laughs> なんかうん、うん、本当にそうです。うん、1> 1回で済ますのはもったいなくてそうね、まあ、たまにだからメンバーに呆れられますけどね、よくそんな女と人ばっかり行けるなっ,つって。 メンバーというか、スタッフでも、一日目は付き合ってくれる人が、二日目またってなって、二日目は付き合ってくれない。そうそうそう、で、また別の人は誘ったりする。<laughs> なるほどね。それは結構、毎ツアーってこと。なんでこれ、だから、二日目要員に選ばれると、多い、ね。<laughs> なるほどね。前乗りはしないから、ね。<laughs> はいはいはい。あ、そうですね。そうだよね。ライブに間に合うよね、遠藤さん。センスみたいな、<laughs> うん、そうか。 <laughs> 日目き昨日行ったしみたいな <laughs> <laughs> 一緒にお店行ったらあ「昨日はどうも」みたいな会話がありのそうですまさにはい。アレキサンドロスあるいはヒロ君今後、はい、夏以降って何なんかこうしようみたいなことってある夏以降はそうですね、まあ、その具体的に何かっていうのはまだないんですけど、まあ、でも今回配信ライブをやってみて やっぱ楽しかったですしまあ願わくばどんどん状況が良くなって生でそのファンの人たちに会いたいんですけどまあ夏以降でもできるんであればこういう配信ライブとかどんどんこうつながれるものは利用してどんどんつながっていこうっていうのは思ってますすなるほどそうですねまあ旅行もしばらく無理そうだし無理なことが多いんですけどね。でもまあやっぱり ね、例えば音楽で言ったらそのどんな環境でもやっぱり生まれるものっていうのが音楽っていうエンタメの強さだと思うしそれこそ極端な話パンクスだって、ね、この社会に抑圧されてそのストレスでみたいなのがあって生まれてきたっていうのもあるしやっぱりこういう状況下だからこそっていう部分も音楽は大いにあると思うんでまあなんかそのあんまり気負わず深刻にならず、まあ、この夏以降 っていう括りもあんまり特に持っと言うとなくまあこれから先生まれてくるものを俺も楽しみにしてようかなってでまあうちのフロントマンであり作曲者の傭兵がかなりのもうアイデアマンなんで本当に広告会社に入社したらめちゃめちゃ優秀だっただろうなこいつって思うんですけどもう本当にどんどんアイデア思いつくんでまた彼からも面白そうな提案が出てくるのをメンバーとしても本当に楽しみにしてますしそれで結果アレキサンドロスとしてあの世界に対して何か。 うん、絶対できることがあると思うんでそれを楽しみながらやっていこうかなって思っているとこですね。なるほどね、うん、相変わらずむやみに前向きでいい、ね、<laughs> <laughs> いやもう,、ね、<laughs> もう真面目に前向きでそこはいいとこなんだよね。ね、はい、そうですね。こうなんだろうピンチはチャンスとかよく言うけど、はい、ピンチとも感じてないみたいな。 そそうですねねんな感じだよあまりピンチとは、まあ、音楽業界ってなんか、うん、まあどの業界もそうですけどやっいろいろあるじゃないですか例えばじゃあうちらで言ったら CD が売れなくなってきました、うん、どんどん剥離になりますどうしようって、うんうん、でもなんかまあバンド側のスタンスとしては結構ポジティブでいてもいいんだなって俺は思ってて、うん、だって CD しかなかった頃って逆に CD 発売してないところはなかなかそのアーティスト知られなかったし聴けるあれがなかったじゃないですかでも今はやっぱり配信でバーンってやったら知るきっかけは何であれいつでもその場で聴けるじゃないですかそうだね URL が起こればそれで聴けるわけですよだからビジネスの部分はちょっとまた別な部分はあるかもしれないですけどでもそういうことってバンドにとって結構いいなとか。確かに 割と何か前向きでですすねね事にもなるほど、うん、いいちょっとちょっと UK プロジェクトの話になるんですけど毎、うん、年夏に UKFC オン・ザ・ロードっていうのをやっててまあ可能であれば今年はまあお客さんは入れるか入れないかわからないけれどもうん、うん、お客さんがまだ入れられる環境になかったとしても、うん、まあ、うん、配信で。

なんかいいなと思ってなんかインジエアの方がかいいんじゃないですかねあちょっとデリが聞いてるオンラインはもう今だってもうめちゃめちゃ見るじゃないですかそうだよね何でもねインジエア意味通じてくかなそこはもうヒロ君に聞くのが一番ですよ聞いておこうとか大丈夫です当。はい。了解 u k フシインジエアいいですねだまあまあまあこれから組み立てですけど

あのーまあ、どんどん大きくなりたいし日本人のストー,ー88ぐらいだった、ね、まだ余裕っしょベージュってやつですね、はい、88歳でも本当に、あのー、その頃にはもっと世界に羽ばたいて,ていけるようになりたいので、はい、今後ともよろししくお願いますよろしくお願いします。 エキサンドロス磯部ひろゆきくんをお迎えしてお送りしてきた UKP ラジオそろそろお別れの時間です、えー、感想や質問などぜひハッシュタグ UKP ラジオをつけて呟いてください UKP はアルファベットラジオはカタカナです次回のゲストはひろゆきくんですね、えー、ポリシックスから林ひろゆきくんひろゆきくんつながりですね。お楽しみに